いつもご覧いただきありがとうございます。ショービド時計店ゴーダです。時計を販売したり、時計の情報を発信したり、時計を作ったりしています。よろしくお願いします。今回の動画では知っておくべき時計の宝石、こちらについてお話をしていきたいと思います。時計内部には宝石が使われているんですけれども、一体どんな意味があって使われているのか、またどういった基準になるのかっていうのをですね、お話ししていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではよろしくお願いします。ショービド時計店日曜日勉強会。時計のムーブメントには宝石が使われています。そもそもなぜ宝石が必要なのか、まずはですね、重要な役割の宝石、結構重要な役割を受けているんですけれども、受け石とも呼ばれます。歯車の根元とか、アンクルな感じでカチカチ制御しているんですが、そういったところをですね、摩耗が多いところを守るために使われるのがこのこちらの宝石でして、金属同士だけであれば摩耗が進み、いずれ削れてしまうというところにこちらの宝石が使用されます。どんな宝石が使われているのか、現行の時計の多くに使われるのは人工ルビーというものが使われています。サファイアとかですね、ダイヤモンドなどが使われたものも存在するわけなんですが、現行の時計でいうと一番多いのはこの人工ルビーといっても問題はありません。もちろんなく主流と言えるでしょう。厳密に言えばルビーと同じ硬さの物質と、このモースコードっていうのがあるんですけれども、どちらと同じ硬さのものが使われているということになります。安定した品質で、人工ルビーの方がですね、コスト面でも抑えられるということから、現行の時計では最もと言っても過言ではないほど多く使われております。以前ですね、お客様から天然物の宝石ルビーを加工してこちら作れないかと言われたこともあったんですけれども、ルビーというもの自体がもちろんですけれども、モースコードも高くて物質的にはかなり硬い存在になります。いわば硬いということは加工が難しいということになるんですが、加工が難しいものをですね、わざわざ加工するっていうのはとても手間暇がかかることでして、天然ルビーを人工ルビーのような形に加工した場合、人工に比べて約1000倍ほどコストがかかると言われています。で、機能的には何も差が出ないのに、コストにだけ差が出てしまうということから、天然にこだわる意味っていうのはあんまりないということで、この人工ルビーが使用されることになっています。次は、宝石の数は多い方がいいのか、多ければいいのかというふうに聞かれるんですが、宝石が使われる必要のある場所っていうのは大抵もう決まっております。むやみやたら使えばいいというものではないので、ここに置くべきというところは決まっているわけなんですが、必要以上にあっても意味がないということで、現行の手巻き式ムーブメント、こちらのようなユニタスの6497とか、6498とか、現行の手巻き式ムーブメント、地震、分震、秒針のシンプルな構造であるものの場合は、17石あれば十分と言われております。クロノグラフとか多機能なカレンダーなどがついてしまった場合は、やっぱり内部に使われるパーツというのがそれだけ増えてくるので、宝石の数もそれだけ必要となると。なので、基本的に17石ぐらいは十分というふうに認識していただければいいと思うんですが、昔ウォルサムの時計なんかで100石っていうのがあったんですけれども、100石あったところでですね、必要最低限を機械で抑えたところで、あとはほぼ装飾的な意味合いになりまして、文字盤にダイヤが散りばめられているとか、そういったものになったりするので、宝石の数が多ければいい時計っていうのは限ったことではないと、いくだけ覚えておいていただければいいと思います。で、お次はですね、古い時計では一つの基準になるということです。アンティークとか、ヴィンテージもそうなんですけれども、古い時計の場合、7石とか最低限しか使われてないもの、最低限ももっと少ないぐらいしか使われてないものっていうのも存在しているんですが、ある程度ですね、宝石の数が多いということは、中身がしっかり作り込まれているというふうに一つの基準として考えるのもまた一つなのかなと。三振の、本当に地震、分振、秒振のシンプルな構造の場合、21石より多い場合は装飾の部分が多いのかなというふうに捉えても、問題ないのかなと思います。一つの例として、ショービド時計店では昭和のヴィンテージウォッチである
19世紀以降取り扱っているんですけれども、昭和35年以降の19世紀以降は15石15個石が入っているものが主に取り扱っているんですね。で、昭和35年以降の時計を取り扱っているんですけれども、それより前の、まあ、34年より前の世代というのはですね、基本的には7石のものが主流で、まあ、イレギュラーのものはあるんですが、摩耗が多い部分に使われている宝石が、まあ、やっぱ15石と比べて少ないために経年劣化っていうのは個体差が大きいんですね。初期型とか割と程度がいいものってなかなか見つかりにくいっていうのはそういうとこもありまして、きちんと使われていたもの、そしてメンテナンスがあまりされていなかったものなんていうのは経年劣化っていうのは顕著に出ます。なのでそういったものっていうのはですね、変なし故障してもまあ直すにしてもそれやったらもうムーブ15石の方がいいやんっていうふうに思ったりもしますので、ある程度石の数が少女時計店では15石以上の19世紀をおすすめしているということになります。ですがたまにですね、7石でも、まあ、ずっと保管されていたものであったりとかいい状態のものが存在したりします。なので石の数だけで価値を判断するのはあくまでも安直ということで、一つの基準として捉えていただければと思います。まあ、いろんな要素があるわけですよ。特にヴィンテージアンティークになってくるとですね、一つの要素だけでいい時計割りっていうのは判断がつきませんので、いくらスペックが良くても保存状態とか、まあ、メンテナンスが全くされていないというのは、時計というのはですね調子が良くなかったりするので、情報をいろいろ知ってくるとまた選び方も変わってきますので、一つの基準としてこの石の数というのも覚えていただければと思います。はい、それでは本日の動画は以上となります。もうこの動画が放映される頃にはですね、もう時間が全然少ないわけなんですけれども、ついに勝負用オリジナルウォッチの値上げが決定してしまいました。まあ、どうしてもですね、度重なる円安の影響もあるんですが、何よりもやっぱりこうコスト面も上がっておりまして、実はパーツの方も上がっていたということで、今回、まあ、ずっと耐えてたんですけれども、もう耐えられなくなったこともあって、やむなく値上げということになりました。まあ、ただですね、7月2日に値上げをするんですが、それまではもし在庫がないものでもご予約いただければ、現在の価格で受け止まらせていただいておりますので、ぜひご検討いただければと思います。よろしくお願いします。また、勝負堂の懐中時計展示会、大阪をですね、6月30日に開催することになりました。まあ、ギリギリとなりますが、ぜひ来れるよという方はご応募いただければと思います。当日しかないものもたくさん取り揃えていきますので、実物を見ながら時計の面白さを実感していただければと思います。完全には生徒になっておりますので、ぜひ概要欄の方からサイトの方をご覧いただければと思います。はい、またですね、先日お買い上げいただきましたボストヨークヨーロッパエネルギアの時計をお買い上げのお客様、ありがとうございました。まあ、エネルギアといえばもう見てわかるこの迫力ほとんど語る必要もないぐらいですね、見て、うおーっていうような存在感があるのがこのエネルギアなんですけれども、大体実店舗来られた方は実物見てうおーっていうふうに声を上げられるんですが、それほど存在感のある時計ですので、まあ、詳しくはまずページからご覧いただければと思います。よろしくお願いします。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。